はい、皆さんこんにちは。今日はですね、はい、ここにある通りですね、はい、コメント欄の方に、はい、女性の方ですね、女性の方から、キックミットどれがいいですか、どれがおすすめですかとコメントいただきました。はい、なので回答させていただきたいと思います。ですね、どれがいいっていうのは、まあラーメンと一緒で、あの味噌が好きな人もいれば背脂好きな人もね、あの豚骨が好きな人もいると思うんですよね。それと一緒でどれが最強、どれがナンバーワンっていうのはちょっと決めれないんですけど、好みもあるんでね。はい、いろいろ、私も使ってきました。その中で、女性の方が使うんならこれがいいんではないかというのをちょっと紹介させていただきたいと思います。いいっていうかね、僕が好きだ、使ってて使いやすいっていうのもちょっと入れさせて、個人的な意見ですけどね、入れさせてもらおうと思います。はい、まずですね、まあ、もう2種類あったんですけど、ちょっとあの古くなって、あのボロボロになったんで捨てたのもあるんですけど、もう2種類使ってました。はい、で、どっからいこうかな。まずこの黄色ですね。はい、これね、これ700g だったと思うんですよ。これがね、800g なんですよ。一番重いです。まあ、100g の違いなんですけど。これも多分700ぐらいだったと思うんですよね。で、これがね、あの、560g です。軽いです。はい。で、まず、必要かどうかわかんないですけど、僕個人的に一番好きなのが、一番好きになんないか。この二つ好きなんです。なんでかっていうと、ですね、持ち手のとこなんですね。あ、ちなみにね、これね、これ、最近、昨日届きました。これ新しいの買ったんですよ。ちょっと古くなったんで、かなりね、こう見えますかね、ペコペコしてますよね。もう、ふにゃふにゃ。中身がね、3年ぐらい使ってるんで、はい、みんながいっぱい蹴ってくれたんで、ふにゃふにゃになりました。中が抜けてね。はい、なのでね、新しいの買ったんですよ。同じやつですね、これね。これ買いました。なんかね、コロナのせいかね、すっごい届くまで時間かかりました。はい、予約というか、予約して、まあそれからね、こうね、時間かかりますってのは来てたんですけど、コロナのせいかね、届くのすごい時間かかりました。はい、なので、まあ買う人は早めに買った方がいいと思います。これ、まあ、こういうのに限らずね、なんか服とかもそうですけどね、今結構入荷待ちとか多いんですよね。品物がないってことが多いですね、とにかくね、コロナの影響で。これね、ちなみに使い込んだら、これ見えますかね？こっち押しても、今同じ力で大体押してるんですけど、こっちこんなですよね。こっち、全然パンパンです。相当ね、めっちゃ軽くなってますからね、こっちね。こっちまだずっしりさんです。はい、ずっしりさんです。こっち結構もう、スカスカです。はい、これ余談ですけどね。はいはいはい。で、話は戻るんですけど、これドミノ倒しみたいになりましたけど、これね、なぜかというと、僕がこの黒の方が好きな理由ですね。ここがマジックテープで調整できるんですよ、広さを。はい、でこれはマジックテープついてないんで、まあ、この枠の中しかね、大きさ、ね、一定なんですよ。はい。で、これ男の人で、まあ、このミットはね、女の人とか子供、キッズが、ね、キックパンチ打つような、ふにゃふにゃのやつ、ふにゃふにゃというかね、柔らかいやつなんで、はい。男の人が持ち手で、なおかつ女の人のを受けるんであれば、女性のキックパンチを受けるんであれば、って考えてもらったときは、僕は男性にはこれをお勧めします。なぜかというと、男の人って腕太いですよね。基本的にね。まあ、持つような人なんで、おそらく鍛えてると思うんですよ。となると、一般の男性より、ここ、前腕とか太いはずなんですよね。私もそうなんですけど、一応、私もね、脂肪で腕が太いんですけど、ここ、今ちょっとこれ着てるのもあるんですけど、パッツパツなんですよ、入れるとね、パッツパツだし、僕、この辺までしか届かないですよね。この辺にちょっと脂肪を蓄えてるんで。なので僕はこれがあまりです。そういう理由ですね、単純に。はい、ミットの質はいいですよ、これ、うん、これだとほら、ここ最強にするとこれぐらいですよ。
こんな人なかなかいないですよね。あの外国人のボディービルダーの人でもない限り、こんな腕太い人いないですよね。はい、僕が入れてもこれぐらい、もうスルッと入るんですよね。なので僕はこれが好きです。すごく好きです。これラブです。これも一緒ですね。これも、ここの取っ手の部分が、取っ手はこれですね。この、バンドがね、調整できるんですよ。なのでこれも僕好きです。まあ、この2つが好きだっていうことですね。僕個人の意見ですけどね。うん。で、これはまあ単純にサイズが違います。これもまあ好みですよね。うん。こっち軽いんでね、まあこう、すぐいろんなキックパンチ受けやすいですよ。そこまでこれも重くはないんですけど、こっちの方がまあいろいろ早くはやれますね。うん。なので、男の人が持ちます。男性が持って、女性のとか、ね、ちっちゃい子供のを受けるんであれば、腕の入る入らないっていう理由で僕はこの2つをおすすめします。はい。おすすめというか、僕が好きだってだけですね。はい。はい。すごい痩せてる男性とかで、あれば別にこれじゃなくても、ね、このバンドが別に調整できなくてもこれでもいいと思うんですけどね。はい。で、あとは、これですよね。このアディダスのやつ。うん。これね、人気なんですよ。はい。なぜかというと、これね、わかりますかね、これ。なんて言えばいいんだろうな。この表面の素材が、ちょっと、なんて言うんだろうな。なんて言えばいいですかね。こっちの方が、簡単に言うと、硬さで言えば、硬いという表面ですね。こっちちょっとザラザラしてます、ね、なんて言えばいいんだろう。なので蹴った時痛くないんです。なのでこれ女の人が人気です。はい。これ、まあ、他のはねちょっとこうビニールというかね、うん、いう感じなんで、まあ、多少蹴った時痛い人もいます。でもまあ全体に柔らかいんでそんな痛いことないと思うんですけど、なのでこのアディダス人気です。はい。あとそうですね、これアディダスいいんですけど、ここがアディダスもこれね、ここが決まってるんで、僕はちょっとあまり、うん、そういう意味ですね。僕はもうここです。手が入らないんで、はい、そういう理由です。はい。で、あとはですね、値段的なものですよね。なのでじゃあまあアディダスがいいじゃないかっていう話になると思うんですけど、ちょっとごめんなさい、アディダスの値段忘れたんですけど、アディダスやっぱアディダスだけあって格闘技ブランド的にはそんなにまあアディダスがすごいとは僕個人的にはあれなんですけど、でもやっぱアディダスというねスポーツ界のブランドとしては上なんでね、他のようにね、例えばね巷に歩いてる人にアディダス知ってますかって言ったら、おそらくほとんどの人がはいって言うと思うんですよ。ウィンディ知ってますかって言ったらえってなると思うんですね。はい。そんな感じで単純に確かアディダスが一番高かったです。うん、アディダスが一番高かったです。で、この、これ、この黒いやつがね、前よりちょっと値段上がってますね。3、4年前に買った時よりやっぱり、ちょっと高くなってます、僕の体感で。確か、もうちょっと安かったと思ったんだけど、今ね、3520円ってなってます。はい。で、あと、気をつけてほしいのが、キックミットって、これ1個なんですよ。うん。2個来ないんですよ、注文すると。1個売りなんですよ。僕最初買った時に1個片方しか来なくてびっくりした時があったんですよ。で電話したんですよ。したらいやそういうもんですって言われて、はい、恥ずかしかったです。はい。結構勢いよくいや片手しか入ってなかったんですけどって言ったら、いやペアじゃないとそういうもんだと言われちゃいました。はい。これが3520円で、これもねちっちゃいんだけど確かほとんど値段一緒だったと思います。この黄色も確かほとんど一緒だったと思います。とにかく覚えてるのはそんなにすごい違わないですよ。2000円とか3000円高いとかじゃなかったと思うんですけど、アディダスが一番高かったってことは覚えてるんですよね。うん。あとこれが小さいのに意外に他と値段変わらなかったなってのも覚えてるんですよね。ごめんなさい。あと物価は日々こう上昇してるんで僕買った時よりは高くなってると思うんですけど、とにかくアディダスが一番高かったです。はい。でもね、うちの会員さん、女性の会員さん同士でこう全部置いててね、はい、じゃあペアになってこうやりましょうって言うと、みんなこれ取るんですよ。これが結論になっちゃいますかね。はい。
みんなこれを選ぶってことはおそらく一番気に入ってるからこれを選んでると思うんですよ。まあ、そうですよね。気に入ってない嫌なやつを使わないですよね。やっぱ一番使いたい、いいなと思ってるものを使うと思うんですよ。って考えると、絶対とは言えないんですけどね、まあ、この黄色がいいのかな。でも僕はこれがいいんではないかと思います。僕ほとんどこれ使ってないんでね、あの手が取らないんで本当使ってないですね。このタッツはほとんど僕使ってないです。でも僕個人的に使った時こっちがやっぱいいんだよな。この手がスルッと取ってすごい持ちやすいんで、あとこれであれば小ぶりなんで、ね、小学生中学生とかのキックパンチ受けるときはこれいいんじゃないかと思います。はい、なんか誰だったかそう言ってました、使ってる人は。はい、うちの会員さんで、はい、ちっちゃい男の子の受けるのこれすごいいいんですよねって言ってみました。はい、ということで、コメント欄の質問の回答になりますが、女性同士であれば僕個人的ですよ、アディダスがおすすめです。まあ、ちょっとだけ高かったと思うんで、まあ、そこどう取るかになっちゃうんですけど、うちの会員さんの女性の中でおそらくこれが一番人気なはずです。はい、そしていらない情報だと思いますけど、僕個人が一番好きなのがこの2つです。はい、まあ、もっといいのがもしかしたらあるかもしれないんですけどね、世界中にはね、いっぱいブランドがあります。もうびっくりするぐらいブランドあります。僕も結構こういうの、用具マニアなんでいろいろ見てたりしたんですけど、あとタイ行った時すっごいいっぱいあったんですよ。タイメーカー、まあ、これタイメーカーなんですけど、タイメーカーだけじゃなく、なんかね、知らないヨーロッパの方の国のミットも結構置いてありました、ムエタイジムに。はい、なんか全然名前が分かんなかったですけど、はい、なのでもっといっぱいあるかもしれないですけど、まあ単純に日本に住んでる方であれば一番手に入れやすく、そして使いやすいのは僕は、ね、女性っていう、あと女性っていうことですね。男性の方はこのソフトじゃない方がいいと思います。しっかり強いキックとか身につけたいとかね、筋力上げたいとか、しっかり追い込みたいとかであればこれじゃない方が男性の人は絶対いいですね。はい、女性の人であれば結局こういうことですかね。はい、ちょっと断言はできないですけど、私個人はこれが好きです。キッズであればこれが結構いいと思います。でもこれでもね、キッズもこれも OK だと思います。はい。ということで、参考にしていただければ嬉しいです。ありがとうございました。はっ！ドリームファンタシー、ドリームファンタシー、ドリームファンタシー。はい。イエーイ。Hadouken!